クライスラーターバインは、クライスラー社が1963年に、ミシガン州デトロイトの工場で少量生産した、ガスタービンエンジン搭載の実験車である。この車は、ガスタービン車の実用性を測るために限定された、消費者によりテストされ、この実用的なタービンエンジン車の製造は、クライスラー社の長年の研究開発の頂点であった。クライスラー社製、タービンエンジンの 第4世代は6万 rpm まで回り、軽油、無塩ガソリン、ケロシン、JP-4、ジェット燃料と植物油でさえ使用することができた。このエンジンは事実上何でも燃料に使用することができ、メキシコの大統領は最初の車の1台をテキーラで走らせこの理論をテストした。空気、燃料の混合比の調整は2つのスイッチだけで行われた。エンジンは ヒストンエンジンに比べ1、5の胴体部品で構成されていた。タービンは振動を発生しない簡単な回転するスリーブベアリングであった。この単純さが長寿命の可能性を秘め、燃焼による汚染物質がエンジンオイルに混入することもなくオイル交換も不要であった。1963年のタービンエンジンは130。 bhp の出力とアイドリング状態で425パウンドヒートのトルクを発生し、周囲の気温が摂氏29度の場合に0から60、マイルパーアワーに相当の加速は12秒であった。ディストリビューターとポイントがなく、指導用のスパークプラグだけと冷却系がないことにより、保守は簡単であった一方、排気には一酸化炭素、未燃焼の炭素や、 未処理の炭化水素が含まれていなかった。それにもかかわらずタービンエンジンは窒素酸化物を生成してしまい、この難問が解決できずに、この開発プログラムの名脈は断たれてしまった。トルクコンバーターを使用せずに、タービンの出力はギア減速部品を介して別な方式で、通常のトルクフライトオートマチックトランスミッションに接続されていた。 ガス発生装置とフリーパー,ータービンの間の燃焼ガスの流れは通常の流体媒体を使用せずにトルクコンバーターと同じ機能を果たしていた。2機の循環熱回収機が排気熱で吸入器を予熱することにより燃料消費を大幅に改善していた。可変ステーターブレードが速度の超過を防止しアクセルオフ時のエンジンブレーキの機能を果たしていた。スロットルの反応の悪さ。 高い燃料消費率とアイドリング時の高温の排気熱が初期のモデルでは問題となっていたが、クライスラー社はこれらほとんどの欠点や欠陥を改善することができた。ターバインは全ステンレス製の排気システムを備えており、排出口は平たい四角断面であった。これは排気ガスを薄く拡散させることでより温度を下げ、そのことで 渋滞の中で後に接近したものに損害を与える危険をなくしていた。燃焼装置は現在の標準的なターボジェットエンジンからすると幾分原始的なものであり、単一のリバースフロー型燃焼器には添加のためにほぼ標準のスパークプラグを一本だけ備えていた。エンジンの開発がさらに二段目の出力タービンを備えた環状型燃焼器になれば出力と 燃費性能すら改善されるはずであった。ターバインは運用上いくつかの欠点を持っている。この車は巨大な掃除機のような音を発し、これは大型のアメリカ車の V8 エンジンの音の方が心地よいと感じるユーザーにとっては不満足であった。高度が高い場所ではスターター兼ジェネレーターに問題を引き起こした。正常な指導手順に従って、 エンジン始動に失敗するとエンジンは停止した。ユーザーの中にはガソリンエンジンと同様の方法でこのエンジンを暖気できると考えた者も,もいて、エンジンが適切な温度になる前にアクセルペダルを床まで踏み込んでいた。過剰な燃料の供給はタービンの回転を落とし望む効果とは逆になった。しかしながらこのようなことをしてもエンジンに高級的なダメージを与えることはなかった。 実際、始動した直後に、角の摩耗を心配することなく、フルスロットルを踏むことができた。来年期間と比べて、いかに、タービンエンジンが繊細かということを考えると、このエンジンは、特筆に値するほど丈夫であった。公募された50名の一般人による1100万マイル以上のテスト走行が実施されるという大胆な、実験にもかかわらず不具合は驚くほど少なく、 実験中の不可動時間はわずか4%であった。ターバインのボディと内装はイタリアのカロッツェリアギアで施行された。一台一台のボディが仕上げられた後デトロイットに送り出され、クライスラー社の従業員によりガスタービンエンジン、トランスミッション、伝送品が取り付けられてから実用テストのユーザーとして選ばれた延べ203名の元へ届けられた。 ターバインは4脚の独立バケットシート、パワーステアリング、倍力装置付きブレーキ、パワーウィンドウを備えた2ドアハードトップクーペであった。最も目立つデザイン上の特徴は、内部に大きな横長のテールライトと筒状の造形物が入った非常に重厚なクロームの彫刻的なバンパーであった。車体全部ではタービンの形状を模したナセルに、 担当のヘッドライトを備え印象的な外観を作り出していた。このタービン形状のデザイン上のテーマはセンターコンソールとハブキャップにも再現されていた。特製のホワイトウォールタイヤにまで小さなタービンの羽根が刻み込まれていた。ターバインは赤みかかった茶色のフロストファイアメタリック色と解明で塗られ生産された車は全てこの色であった。屋根は黒いビニールルーフで 内装は同色のイングリッシュカーフスキンの皮で覆われ、カーペットも同色のプラッシュカットのパイルであった。ダッシュボードはエレクトロルミネセンス照明を備え、軽基板とダッシュを横切る警告灯を照らし出していた。このシステムには電球が使用されていない代わりにインバータと変圧器がバッテリーの電圧を 交流1 0 0ト以上に上げ、その高圧電流を特殊なプラスチックの層を通すことにより、景気を青緑色に照らし出した。車自体は、以前は、報道者にいたエルウッド・エンゲル率いるクライスラー社のスタジオでデザインされた。実際に、車の外観のデザイナーとしては、 1964年にニューヨークで開催された国際博覧会に展示されたタイフーンと呼ばれるに座席唱歌をデザインしたチャールズ・マシガンの名が挙げられている。エンゲルは以前のフォード社から多くのデザイン上のテーマを持ち込んできており、テールライト、後部バンパー部分の造形はギャラクシアと呼ばれる1956年のフォード社のデザイン集作からの直接のコピーであった。 エンメル自身の作品である1964年モデルのインペリアルとは何のデザイン的テーマのつながりも持っていなかった。総計55台のターバインが製造された。クライスラー社がユーザーテストとその他の宣伝活動を終えた時に46台が廃棄処分にされた。当時の話ではこれは輸入関税を回避するための措置だということであったが、これは正しくない。車を 廃棄処分にしたのは単に肥料産車や試作車は公には販売しないという自動車産業の関連に則っ,ったことであった。これと同じ議論は後にゼネラルモーターズの GM-EV-1 の時に再度持ち上がった。残りの9台のうち6台はエンジンを使用できないようにされてから米国内の博物館に寄贈された。クライスラー車は3台のターバインを歴史的な見地から保存し、 現在は WPC 博物館が所有している。WPC 博物館所有の3台すべてが博物館の保管庫内で動体保存されている。ネバダ州の以前のハーラー博物館に寄贈された車はテレホートの自動車収集家のフランク・クレプツに購入され現在も動く状態にある。最後の稼働状態にあるターバインはセントルイスの交通博物館が所有し、 モッパーアクション誌で紹介され長年米国中で展示披露されている。クライスラー社のタービンエンジン計画は完全には消滅せず、新しいクーペ形式のボディに再設計、バッジを付け替えた1966年式 BE ボディのダッチチャージャーが発表された。クライスラー社は窒素酸化物規制に適合する第6世代のガスタービンエンジンの開発を続け、 1966年式のダッチコロネットに搭載したがこの車は公表されなかった。アメリカ合衆国環境保護庁からさらなる開発のための助成金を受け取ると、クライスラー社は小型、軽量の第7世代のエンジンを1970年代、初めに製造し、量産に向けての助賞として1977年に特製ボディのクライスラー・アール・バロンに搭載した。 その後、クライスラー社は財政的な窮地に陥り、破産を避けるためには合衆国政府の借り入れ保証を受けなければならなくなった。この保証の条件は高すぎるリスクとしてカスタービンエンジン社の量産を諦めるというものであったが、この話は多くの陰謀論のもととなった。ありがとうございます。